今日の午後、小腹が空いたので、マックのドライブスルーに行った。飲み物はあったので、ハンバーガー単品を注文。受け取りの時に、ポテト無料クーポンをもらった。マックのポテト、ちょっと苦手なんだよね。モスやケンタッキーのポテトは食べられる。その後、夕飯の買い物で、家からちょっと離れたショッピングセンターに行った。マックの前を通った時、男子中学生が何かを相談してた。お財布の残金で、誰が何を食べるか。ドリンクは無理だから水もらおうぜ。と話していた。なので、声をかけて、よかったら使って。と、先ほどもらったポテトのクーポンをあげた。ありがとうございます。と礼儀正しくお礼を言われた。食品コーナーに歩いていくと、ちょっとあなた。と、小さな女の子を連れた主婦に声をかけられた。いきなり藤子ってたけど、内容は、私にもポテトのクーポンよこせ。だった。これが噂の吉ママか。一枚しかなかったのでもうないですよ。と言って、その後は無視して歩いてると、藤子藤子と騒ぎながらついてくる。注目の的になって恥ずかしかったので、警備員さんのところに行った。警備員さんに事情を話すも、藤子ってて聞き入れない。吉ママの言い分を書くと、私にもクーポンよこせ。あの子たちだけずるい。うちの子がかわいそう。あの子たちだけクーポンもらえて、私がもらえない理由を言え。不平等は許さない。店中の客の注目を浴びながら、よくここまで、ずうずうしいことが言えるなと感心。確かにクーポンあげましたけど、100円程度の価値のクーポンですよ。それでもいいからよこせ。ついでにチーズバーガーくらいよこせ。うちの子はビッグマックしか食べない。慰謝料として、フルーリーも2人分買ってこい。私が手に持ってた和光のテイクアウトの、とんかつもよこせ。そこで、見知らぬ女性が吉ママに寄ってきた。〇〇さん、みっともないからやめなさいよ。うるさい、藤子藤子。近所の人が見てるかもしれないでしょ？うるさい、この女が藤子藤子。藤子ってる間、横にいる吉ママの子供が、近くを歩いている、別の女性に連れられた女の子に、手を振っているのに気づいた。吉ママ、地元っていうか、近所の人らしい。がっつり生活圏と分かったし、店内の注目の的になってるし、最低二人は、吉ママの知り合いがいるみたいなので、大きな声で提案してみた。100円のポテトも買えなくて、困っていらっしゃるんですか？うるさい、100円払え藤子。こんな、たかりみたいな、こじきみたいな真似して恥ずかしくないんですか？うるさい藤子。お嬢様の教育上、良くないですよ。藤子藤子。そんなにお金に困っていらっしゃるなんて、かわいそう。うるさい藤子。かわいそうなあなたに、100円恵んであげますわ。早く財布出せ藤子。皆さん、この方貧しくて、とってもおかわいそうですよね。藤子。では、貧しい方、恵んでやるので拾いなさい。大きな声でそう言って、私は、数メートル先に100円を投げた。ボールを追う犬のような速さで、100円に向かって飛んでいった吉ママ。100円を拾い、お礼どころか、私に向かって、何かを藤子って去っていった。店内の20人以上の客が見守る中で、地元のママ友たちの間で、きっと噂になることを願います。吉ママを餌付けしたのと、お金を投げたことがドキュン。吉ママがこれから失う、人間の尊厳を考え、100円で嫌がらせできたと思えば、腹は立たない。